こんにちは。ダイエットサファリの村上です。今日はダンベルを使ってスクワットの負荷を上げるゴブレットスクワットのやり方を解説します。まず基本的なスクワットのフォームについておさらいします。直立しましたら肩幅くらいに足を開いて立つんですけども、股関節、ここですね、足の付け根の関節がメインの運動になりますので、ここを曲げていくとお尻を後ろに突き出していくような動きになります。お尻を後ろに突き出すとバランスが取りづらいので、腕を前に伸ばした方がバランスは取りやすいと思います。このままお尻を後ろに下に下ろしていきます。でこの時に背中が丸まらないことが非常に重要ですので、背中が丸まらないように腹筋を使って腰を固定して耐えます。そしてまた上がる時もお尻の筋肉を使って立ち上がっていく。このようにスクワットというのは股関節の動きが非常に重要になるということと、まあ、前後ろに転ばないようにしっかり前に腕を伸ばして重心を取る、そして背中が丸まらないようにするということが重要なポイントになります。でこれにダンベルを使って負荷をかけていくんですけども、ダンベルの持ち方、このように大きなダンベルの場合はこうやって前に持ちます。このダンベルを前に持つことによって、先ほど腕を前に伸ばしたのと同じように前側に重心がかかるので、スクワットでお尻を後ろに引いていった時にバランスを取りやすくなります。そして体の前側にダンベルを持っている分、ダンベルによって背中をこう丸めていく重力がかかりますけれども、それに対して体幹の筋肉をしっかり使って耐えるということが重要になります。このように背中を丸めないように腹筋を使いながらお尻を後ろに突き出してしゃがむ立つを繰り返します。これがゴブレットスクワットです。注意点としては、何度も言ってますけれども、ダンベルの重さに負けて背中が丸まってしまわないこと、これがポイントですね。ゴブレットスクワットの場合は体の前にダンベルを持っているので、自動的にですね、後ろにお尻を引かないとバランスが取れないんですね。これによってスクワットのお尻を後ろに引くという基本動作を覚えやすいので、非常に優れたトレーニングになります。そしてこのダンベルを持っている手を安定させるために腹筋をすごく使いますので、胸から下の筋肉を全て使うような非常に効率的なトレーニングになります。で今こうやって大きいダンベルを使いましたけれども、このような小さいダンベルを使う場合は2個両手に持って、こうやって持てばいいんですね。このようにダンベルを使ってスクワットの負荷を上げる場合は、体の前、顔の前でダンベルを持つことによってバランスを取りやすくなって、より自然な動きで全身を鍛えられるトレーニングになりますので、ゴブレットスクワットはスクワットの基本として非常に有効なトレーニングになります。